関東地方は体感の変化に注意が必要です。まずは現在の状況ですけれども、いただいているご報告を見るとちょうどいいといったご報告もありますね。はい、関東エリア昨日は本当蒸し暑かったんですけれども、はい、今日はね、水色の爽やかちょうどいいが増えてきてますね、はい、まだこの東京湾より南の方では若干湿度が高くて、はい、ムシッと感もあるようですけれども、昨日に比べればだいぶマシになっている感じですね、はい、そうですね、はい、気温の数字にも表れているようです。アメダスの実況気温です。はい、これピンクのところが25度を超えているところ、はい、オレンジのところは20度から25度の間という感じですね、はい、で関東のこの南部の方は朝のうちから25度を超えていて、うん、実際にはもう今日日中ほとんど変わってないんです。気温が横ばいという状況です、はい、現在東京は 25.3 度、昨日の同じ時間に比べて6、7度低い状態になってます、うん、そして昨日34度ぐらいまで上がった水戸なんですけれども、はい、現在ね23.3 度ですから、はい、昨日の同じ時間に比べると10度低い、うん、だいぶ変わりましたね、はいはい、全国的に見るとね、秋晴れに恵まれているところでは爽やかな、カラッとしたちょうどいい体感なんですけれども、関東のように曇りや雨となっているところではむしろ肌寒さも感じられるような、はい、状況になっています。はい、では現在の状況を見ていきましたが、明日にかけてはどう変化するでしょうか。はい、まずこれ今日なんですけれども、ね、昨日と比べての気温差こんだけ大きくなっています、はい、うん、で明日になると、はい、さらにですね、雨の降る時間が長くなりそうですので、はい、明日はこれよりもさらに2度から場所によっては7、8度下がるところがあります、うん、特に今日房総の南部の方では30度にギリギリ届いているところがありますので、はい、明日になるとそちらの方面はさらに低い状況ですね、はいはい、これ明日のアイコンですね、今日よりもさらに低いという形です、うん、まあ、日中 も、はい、もう秋のしっかりとした装いでないと寒い。そうですよね。そして最低気温も20度下回るんですね。はい、朝晩もね、うん、そのようになっていきます、はい、服装の調整などしっかりなさっていただければと思います、はい、今日と明日の体感の変化お気をつけください。